この色を使った治療、上半身のこう経絡対応する輪血、下半身の経絡対応する輪血、五臓六腑を整えることで代謝を上げていきたいと思います。こんにちは、豊水整骨院ボディバランスオイタの豊水です。今回はこの時期の、自律神経が乱れやすい時期に、対してこの色を使った治療で五臓六腑を整えることで、代謝を上げていきたいと思います。ちょっと状態をね、体の状態を見ますね。手を上げた時に大丈夫、はい、こっちから入る、どう、大丈夫ね。じゃあこっちもちょっと手を上げてみて、はい、どうですか、大丈夫、ここから上げてみて、どう、ちょっと痛い、左肩ね、はい、じゃあ首をちょっと左右にゆっくり回してみましょう、どう、大丈夫、反対を、ちょっと左側ね、はい、大丈夫、じゃあちょっと膝を曲げてね、ふわっと曲げます、大丈夫、でこれ外に行きます、大丈夫、ちょっと腰がね、こっちがね、これもちょっと行かないですね、こっちもね、大丈夫、ちょっと詰まりますね、はい、でこのまま外に倒します、どうも、大丈夫、このまま内側に持ってくる、そうなんですね、うん、よし、はい、じゃあ今の動きをですね、動きに対応する、上半身のこう経絡にこう対応する輪血、下半身の経絡に対応する輪血、こう色を使ってね、ちょっと調べていきます。ちょっとずつやってね。じゃあこれで、さあ下げるんでね、この位置でこう止めてキープしてくださいね。キープです。これ、キープです。こっちでちょっと落ちますからね。この中にこう、関心の方にこう、対応する色がありそうですね。OK です。黒だから腎気がね、ちょっと反応するんで、腎気です。で、これをこのままね、置いておくわけにはいかないので、腎気と、両方左足の、ちょっと見にくいですけど、この内くるぶしの横に腎臓の経絡に対応するツボがあるんですけど、ただ東洋医学的にこれ腎気水になるんで、これだけを補うよりはバランス的には火ですね、火を補った方がいいので、両方こっちか、こっち、こうやね、おへその位置この辺かね、うん、じゃあここに、ね、ちょっと赤いシールをね、まず、赤を補ってくるはずです、これで先ほどの、これ今反応しなくなってますね。ちょっと他にある、少しある、あとは上半身で少し出てきたんで、上半身が、やっぱ心包系ね、心包系、背景、神経、と関連する白で今反応しているので、背景ですね、背景の輪血がこっち、ね、背景は白いテープをこの背景の輪血に貼りますよね、で、それでこれ今これが反応がないので、まずはよし、これですね、内臓系で、内分泌系がちょっと反応しているので、内分泌は副腎ですね、副腎で両方、左の副腎でちょっと反応がまだ残っているので、左の副腎、これは、
ですね。脳でストレス、復元のストレスを抜いて、うん、これで OK ですね。これで大体動機を。これで上半身ちょっと。これもう一回ちょっとね、左手を上げてみましょうかね。左手を上げたときに、もう大丈夫、うん、横から上げますね。今どうだろう、この辺でね、うん、大丈夫ね、うん、首をちょっとこう回してみましょうかね。こうと、左回したときにちょっと今大丈夫ね、うん、はい、ここでまた左上げます。大丈夫、うん、ここでこっちからちょっと引っかかる、こっちは大丈夫、大丈夫ね。ねじれが、仙腸関節にちょっとねじれがあるので、こっちに調整します。仙腸関節にこういうネジがあったんですよね。ちょっと微調整ね。して、OK、はい。OK ね。で、こう、こうやって、あ、いいですね。うん、ね。よし、OK ね。はい、はい、いいですよ。